大場達也は、神奈川県川崎市出身の元プロ野球選手、宇藤右打ち。中学時代は、肩が強い外野手であり、ハンドボールの競合高校から誘いを受けたこともあった。私立川崎校に進学すると当初に転校。最速時速 144km を記録するも、請球難もあり、全国的には無名であった。3年時の夏は、神奈川県予選3回戦で、 慶応藤沢とに3の8で敗れた。甲子園出場経験はなし高校卒業後は母親の負担を考え、実家から通えてアルバイトもできるという理由から鶴見大学に進学。神奈川大学野球連盟に加盟している野球部に入部する。1年時の秋から公式戦に登板するが、2年時までアルバイトに明け暮れ、野球には真面目に取り組んでいなかった。しかし、 三年時の秋に、竹内浩二監督から、お前なら上でやれるという言葉を受け奮起し、さらに、高田誉志志コーチに出会い、下半身を徹底的に鍛え休息をアップさせ、四年時の秋には、ベストナインに選出された。その後は、社会人野球の日立製作所に入団。一年目の2011年から公式戦に登板。 第82回都市対抗野球大会には、住友金属鹿島の補強選手として出場。2年目の2012年は、都市対抗予選で高騰し、同社野球部の2年ぶりとなる、都市対抗野球大会本戦出場に貢献。しかし、第83回都市対抗野球大会1回戦の、JFE 西日本戦では先発するが3回途中で、降板となり、チームも5から7で敗退した。 第38回社会人野球日本選手権大会では1回戦の日大戦で9円投板し1回を無失点に抑えるもチームは0から2で敗退した2012年10月25日プロ野球ドラフト会議で東京ヤクルトスワローズから7位指名を受けた2013年には一軍公式戦5試合に登板4月25日の対広島東洋カープ戦では 救援当番で一軍初ホールドを記録した。2014年以降は一軍公式戦上の当番機会がなく、2015年10月2日に、球団から戦力外通告を受けた。なお、2015年11月10日には、シートバッティング形式の12球団、合同トライアウトへ参加。一奪三振、一押しという内容で、打者三人を無安打に抑えるとともに、ストレートで、 参加投手最速の時速 147km を記録した。MLB のサンディエゴパドレスでは、この結果を受けて、11月22日に、高知東部球場で開催した日本国内初のトライアウトに招待選手として、大場を参加させた。2016年の学生野球資格回復研修を受講した上で、翌2017年2月7日に、日本学生野球協会より、 学生野球資格回復の適正認定を受けたことにより学生野球選手への指導が可能となった。同年春より母校、鶴見大学職員として野球部コーチに就任。最速時速152キロメートルのストレートに加え、落差のあるフォークとキレのあるスライダーを投げる。大学4年時に、高田誉志志コーチの縁で田中正宏と会食した。大学時代は、 焼き鳥店でアルバイトをしており、接客が優秀であったためバイトリーダーとして店を任されていた。プロ入団時の契約金は女で一つで育ててくれた母親に全額を送った。ありがとうございます。